田野清武地域は、九州の宮崎県宮崎市に広がる宮崎平野の南西部に位置し、日本有数の日照時間に恵まれ、火山灰土壌が広がる片大地帯です。冬には冷たい西風を活用した干し野菜の生産が盛んで、片作と干し野菜の歴史は江戸時代後期まで遡ります。その後、1918年には大根をスライスして乾燥させる千切り大根の生産を開始しました。巨大な大根やぐらを使った干し大根は1951年に始まり、今では全国出荷量1位の一大生産地となりました。生産された干し大根は、保存性の高い漬物へと加工された後に、全国へ出荷され、農業者と漬物加工業者との協働により、六次産業化や農商工連携の取り組みが積極的に行われています。田野清武地域では、土地畑作を主な農業としています。冬は多くの畑で大根が栽培され、冬の風物詩、大根やぐらで干し大根を作ります。夏は甘蔗や畑箱を栽培し、一年を通して土地畑作を行うことで、耕地利用率 150% の高度利用を実現しています。高度利用を実現するためには土作りが欠かせません。同じ畑で連作すると、土の栄養不足などにより、障害が発生することがあります。これを回避するために、耕畜連携による堆肥の利用や、新耕、天地返しを行っています。耕畜連携では、干した大根の葉っぱを畜産農家に提供し、牛の餌の一部として利用しています。畜産農家からは、牛の堆肥を形に散布して土作りをすることで、持続的な土地畑作を実現しています。冬に出荷される大根は、古くから受け継がれる干す技術を活用することで、保存性に優れた加工品として出荷され、千切り大根や干したくあんなど、付加価値のある商品として、販売されています。最新のものでは、千切り大根をさらに進化させた大根パスタなどの加工品や、干したくあんの缶詰も加工業者の企業努力によって開発され、缶詰は海外への輸出も行われています。干し大根や千切り大根は生の状態の大根と比較して栄養価が増えることが確認されています。また、近年ストレス軽減や血圧を下げる栄養機能性成分として注目を浴びているギャバも約2週間ほど干すことで7倍に増える調査結果も出ています。干し大根の作業はとても重労働です。大根やぐらの組み立て、大根を収穫する作業や
干す作業はすべて人の手で行います。これらの農作業には家族や地域の協力が不可欠です。この地域には七茶という名の休憩の習慣があり、10時と15時に畑のあちこちで自家製の漬物やおにぎり、お菓子などを食べながらお茶を飲み、談笑をする姿が見られます。七茶は心と体を休め、お互いの協力性も育む大切な文化になっています。この他にも、あの清武地域で欠かせないのが、ツバメの存在です。ツバメは春から夏だけでなく、秋から冬の間も農家の納屋や軒下で暮らしています。ツバメは害虫を食べてくれる駅長として古くから大切にされていて、この地域でも福を呼ぶ鳥として大切にされています。この地域では60歳未満の農業従事者の割合が全国が 23% に対して 43% と約2倍も高いことが分かっています。その理由として、ロジハタ作の高度利用により収入が安定していることが挙げられます。また、地域内の小学校ではハタ作体験や伝統芸能である雨太鼓や神楽を通して地域の農業や生物、文化に触れる機会を設けていることも要因となっています。このほか、宮崎市の農業高校では、地域の大根畑で農家さんに教わりながら体験学習を実施しています。また、大根プロジェクトとして、校内に大根やぐらを作り、栽培から加工、販売までを行っています。私たちは100年以上前から続いてきたこの地域だからこそできる宮崎の太陽と風が育む干し野菜と露地畑作の高度利用システムを次の世代につなげていくため、今後も積極的に活動に取り組んでまいります。